トラップ、ハトラップ、まあ、別に特にそんなにコメントはないですね。そうですね。あ、これ一応ギャング系、ギャング系ラップですね。ギャング系ラップ、ギャング系ラップ、ギャング系なのに豆ギャングね、パドにとってはそう、ね、でかい車乗ってる感じ、そうだね。何でも俺結構喋らせるんで、あら、これもマイブームだった。そうですね、何でもこうパクパクさせて喋って、まあ、抵抗して、抵抗するっていうのが割と、うん、やつですね。全部深くなりましたね。見えないですね。ちょっと言ったら、ある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 。ほら、この天井ぶりが。すげー斬新な構成ですね。ありがとうございます。作者はね。あ、ヒッチコックね。ヒッチコックね。これソナーの系なんだよね。暗いんですよ。あんまりないこんな暗いところに向かっていけばあんまない。ずっとやる、これ本当に3時間です。あ、本当に、うん、頑張ってますね。だって走る林さんってここ最近じゃないですか、見えるの。昔絶対走るわけだもんね。そんなことない。そんなことない。あ、でも最近は結構走ってる、ね。鷲見さんも走るか、あと、うん、今年ぐらい走れますね。ちょいちょいでそこあっていいですからね。もういいですよ。今で頑張ったらね。そうだろう。これね、本当にあるんですよね。コンビニ。ありますよね。あ、それね。あの、沼で。沼で。沼で。あ、言っちゃった、言っちゃっていい。はい。みんな、だってみんな見てるから。あ、そう。寂しい、狭いですね、これ。しました。そうだ、そうだ、出してるんですね。ああ、出しました。盛り上がりの時に怒られましたね。だってあそこ、あの国土省ですよね。河川省ですね。この橋の向かい側でこの前加藤の県で撮ったんです。あ、向かいなんですか。じゃあ川崎側で。そうそう。あ、これ連続だと別の動画なんですね。あ、別です。同じ場所ですけど、とりあえずまた走ってるわけですよ。日曜日になると丸子橋に行ってたし、動画撮って、ね、帰ってサザエさん見て、普通のドリングしてる人とは別の意味ですね。結構みんなかっこいい元なんか BMX 自転車で、あれとか練習してるんですよね。あ、これでもよく 100m 走れましたね。ボルトでかいですね、俺。結構 100m 大変じゃないですか。いや、走れますよ。走れますか。これカーブみたいな。カーブみたいな。カーブみたいな。まあそう。ここから転調し始めます。ボルト。ラーメン君は早い。足だって言うんです。ボルトすげえ。ボルト、ボルト、ボルト。ボルト、もういいボルトすげえ。ボルトはこれだけの感じで世界は見えてる。見えてないですけど。使うのかな。あの走ってる時、走ってる時これ世界はこれぐらいなんですか。ああ、どうなんですかね。世界っていうか大変さとボルト。タオル。タオル。タオル。もう分かんなかった。はい、じゃあ、あ、終わった。みんなお楽しみの、今日この後イベントでありますよ。生練習とか生でありますよ。自転車準備なしでよくできますね、この2人は。安藤さん
さんがね、こういうの始めて3分後ぐらいにスイッチが入るんですよ。あ、スイッチ入る瞬間がある。ありますあります。これちょっと昨日見てて、石川君の服が気になっちゃってるなって思ってます。どういう服なんだろう。俺も石川君の服いつも髪あるから。何やってんだよ。おばさん休みで、一回休んでこんなの忘れたら嫌でしょうね。もう休まない。休むんじゃなかったと思ってるでしょうね。最初、小笠のお見舞いの動画撮るとか言ってた。そんじゃ小笠ですよ。あ、この病気って言ってきた。そうです。小笠はもう、一個はインフレートです。ああ、あ、見舞いだけど。こんな人インフレートだったの。そうかの感じ。そうだよ、おしゃれだ。そうしてみよう。嬉しそうだな。もう2人は入り込んでる。